っていうのはなかなか投げ続けれないんですけどね。どうしても甘くなる、はい、引っかかる球が来ますよね、はい、あ、そういうものなんですか。それがここまでほとんどないですか。まあ、あんまりないです ね、まあ、ね、空振りで 2&2 になりました。外レフトへ、そのレフト方向へボールが伸びていった、入りました、1点差。勝負どころでバースデーアーチ高橋由伸、今シーズン第1号は、そして誕生日の1本は本当に大きな一発、川上憲伸打たれました。これで1点差、勝負を諦めません。屈辱の5連敗、球団ファーストの5連敗、それを止めるのはこの集中力、なりました。ダイオツ高橋由伸の1本です。初めて笑顔を見せました高橋由伸、33歳記念すべき1本です。水野さん、そのレフト方向へのホームランでした、はい、そうですね、やっぱりあっち、あのレフトの方向でいい結果が出ましたね。まさかホームランとは思ってなかったですけど、まあ、あの左中間方向に2塁打ぐらいが一番いいかなと思いましたけど、それを超えていきましたね。ちょっと高かったですかね、うん、やっぱりゾーンですよ、ストライクゾーン、やっぱりベース板にかかってますからね、はい、でもね、その1球を見逃さなかった高橋も素晴らしい、うん、投げた川上は攻められないでしょうね。川上からしますと本当にわずか、狙いよりは甘かったんでしょうか。ボール半分、ボール半分、うん、ただほとんどなかったそのボール半分、甘くなったボールを逃さなかった。亀井も行った、亀井も行った、2、3連続ホームラン、ついに目を覚ましたか。総重量打線のジャイアンツ、スタメン起用に応えた1本は貴重な、このガッツポーズに亀井の気迫、ついに初めてベンチが笑いました。ジャイアンツ5対5同点です。堀内さん、前の回までとは試合の空気が一変しました。そうですね、やっぱりつなぐ意識がそういう風にさせたんでしょうね。珍しく今のは失投ですよ。川上も失投、はい、ただそれを亀井も逃しませんでした。あ、小笠原も初球を狙っていきました。いや、水野さん、6回までの重苦しさが嘘のようですね。そうですね、まあ、こういう感じになると、まあ、球場の空気も変わりますからね、一気に行かないといけないですね。まだ勝ち越してないですからね。そうなんですよね。阿部、坂本の連打、なかなか出なかった、喉から出が減ってるほど欲しかった連打、その後2人倒れてしぼみかかったところ、高橋由伸のスリーラン、さらに続いていきました亀井のソロホームラン。さあ、これもどうだ、行ってしまうのか、ライトスタンド、なんと3者連続ホームラン、間違いありません。これが2008年のジャイアンツの打線です。高橋由伸のスリーラン、亀井ライトへソロホームラン、そして小笠原、今日なんと4打数4安打、ホームラン2本、川上憲伸から一挙5点、6対5、今シーズン、これがジャイアンツの重量打線、間違いなく目を覚ましました。落合監督が重い腰を上げました。そして交代を告げたようです。ついに小笠原まで続きました。勝ち越し打を打ってなおその表情を緩まずという小笠原、4打数4安打2本のホームラン、ついに川上憲伸を引きずり下ろしました。ピッチャー川上に加わりまして、小林、川上にとっては一瞬の悪夢です。がっくりと肩を落としました川上憲伸、まだ信じられません。この回